今日仙台市で新たに367人の感染が確認されました木曜日としては2週連続の増加となりました仙台市の木曜日の感染者数は先月17日の554人がピークで260人、322人、367人と推移し2週連続の増加となりました年代別では実際未満が72人 10代が59人、20代が70人、30代が56人、40代が53人などとなっています。